森下キケヤ君に聞け聞けや正雄は10年間座り続けてきた梅津果実種苗会社の事務机に向いてその日も無論いつものように腰掛けていた。キケヤ君は C 位から言えば帳簿型の1事務員に過ぎなかったが実際は会社の生き地引きとしてみんなからひどく重宝がられていた真面目で昇進で好人物で従って同僚からはいささか小バカにされていたにしてもその代わり社長からはまた亡き者のように可愛がられていたことは事実だ毎日何べんとなくお決まり文句が事務所のうちで繰り返される や君に聞いてみな上は社長を梅寿司から下は給仕小遣いに至るまで何かわからないことがあるとすぐ彼のところへ持ってくるケヤ君はそれらの質問者を完全に満足させるだけの返事を常に用意していた誰に何を聞かれてもまず大きなひどく癖のある咳払いを2つしてそれからテキパキと回答を与える いうことは恐ろしく独断的で、またごた卓せんめくこともあるが、その白色と記憶の良さには、誰もがむしろ呆れ返る。とにかく、キケヤ君の存在は、梅津果実種苗会社にとってどれほど重宝かわからなかった。にもかかわらず、彼は年33歳にして、愛も変わらぬ蝶付けだった。何一つ取り柄はなくとも、 名古屋工場の出身で金属10年というからには月給85円は安すぎるのに不当なるかなキケヤくんのサラリーはまさに100円に15円だけ足りなかったさればこそこの年をして未だ妻をも持たず家をなさずアパートの2階に簡易生活を続けているのであったがキケヤ君はそれを今までついぞ不満に思ったことはなかった その日、3月の第2金曜日の午後、キケヤ君は社長室へ呼ばれた。また例の通り咳払いをするつもりで行ってみると、回転椅子に持たれて太鼓腹を膝の上にせり出させていた社長の油切った赤ら顔は明らかに和んで見えた。キケヤ君、社長は言った。どうだ週末旅行に出かける気はないかね 君の距離へさ旅費は無論会社持ちでな聞けやくんは目がまん丸くなっていたすぐには返事もできなかった君だってたまには息抜きもよかろうじゃないかはあそりゃあもう結構なことですが今晩なり明朝なりたって日曜の夜帰るんだね <laughs> 実は君に越後の隠語 G の家まで行ってもらいたいんだああわかりました聞けやくんはほっとするとのぎまぎした自分を外るようにうつむいてそれなら喜んでやっていただきます新潟県中蒲原郡小洲戸に近い信濃川リに名産の梨を栽培して 先駆けという特殊な有料品を出している浅沼この老人のことを会社では越後の隠語 G と呼んでいたあそこの感情は君どのくらいだったね聞けやくはそこで得意の席払いを2つして 5, 円と70銭です。社長がまたにやりと癖のある笑顔を見せた キケヤ君の能率干渉の微笑であるそれを払ってやりたいしそれにこの秋の相談もしとかねばならんしそれで私に行けとおっしゃるんですか旅費会社負担の週末旅行などはかつて空想もしたことのない彼だった社長が大きく頷いたじいさん病気なんだそうだ手紙が来てるんだがね 何しろ為せじゃいかんという難物だからねひどく急兵な老人です銀行は信用できん小切手なんかまかり間違えばただの紙切れだなんて去年見えた時にも言っていましたから梅寿司は太鼓腹をうねらせて笑った今どきの生き物じゃないななだがよその店と契約でもされちゃ困るからね 君、面倒でもキャッシュで持って行って今年もうち1社ということにしてきてくれたまえ自分の事務机に戻った喜家也君は社長直々の命令で会社の代表者として重大な任務を帯びしかも多額な現金を携えて旅行するのだと思うと急に胸がドキドキして仕事もろくに手がつかなかったそれほども正直 正真なキケ君であった2キケヤ君は梶橋際の会社から蔵前ハウスの自室に帰るとすぐに扉に鍵をかけて5,750円と70銭の現金を風呂敷包みにして素肌の腹へ巻きつけたそしてその上へしっかりとバンドを閉めた。 それから大急ぎで腹ごしらえに出てついでに気のついた買い物をして戻ってくると小型の旅行カバンにとても収まりっこない重な物を入れ替え詰め替えるのに小1時間も苦心した汽車は8時半と10時5分の2つあるやっと8時に支度はできたが彼にはまだ1つ是非しなければならない用事が残っていた彼は階段を1つ上って

いつも眉墨を黒々と塗って目のつくほども褒めに染めている彼女森千鶴子が旅行と聞いてこれもまた少々驚いたふうで喜哉くんの顔を見つめたその丸い目が口が鼻が喜哉くんにとってはたまらない魅惑だったいやもっとはっきり言うならば彼女は喜哉くんにとって世の中で一番の霊人であり 本当に彼の心を魅了したたった一人の異性でもあったのだ。その証拠に彼は心の中で彼女と結婚することにすっかり腹を決めていた。と言ってもそれは彼一個の決心で、相手の方ではおそらく気もついていなかったろう。というのは、正面からそれがプロポーズされたわけでもなければ、 またそれを匂わせるような言葉が彼の口からただの一度も漏れたことはなかったからだ。血と話がくどくなるが、キケヤ君がその老子たる決心にも似ずプロポーズを躊躇した理由は、言うまでもなく拒絶される恐れが濃厚にあったからだ。消極的な弱点は、彼女が相当以上に虚栄心の強いこと、そして彼自身の給料が100円足らずで、 収入増加の見込みは2年後の昇給5円という幻とした事実だった一方積極的な弱点は同じアパートに住んでいて火曜と土曜には決まって彼女を訪問する浦川というライバルがあることだった顔を合わしても木霊さえもしたことのない間柄だったが彼女の話では高等工業の技師で月給は150円以上 それに国元にはかなりの資産もあるとのことだった。キケくんの悩みはそこにある。その悩みを打開するだけの腕も明暗も、残念ながらキケヤ君は持ち合わせてなかったのだ。そして、週に1、2回彼女の部屋を訪問して、時たま活動か散歩にでも出かけるくらいで、格別悶々の情も起こさないからであった。車用で、 ちょっと、新潟県まで行くんです。新潟って、大変ね。何の用なの取引先へ金を持って行くんです。お金をあなたのとこじゃ、いちいち現金で届けて特別ですよ。気難しいじいさんで、為替や小切手じゃ承知しないんですよ。もう。 徹底してしるわね。で、ね、たくさん持ってくのええ6,000円ばかりまあ大金だわね私それだけのお金をくれる人があったら今でも結婚するわキケ哉くんは痛いところを触れられたようにギクッとしながら金の額など余計なことを言わなければよかったと後悔した。 そこで急に話題を転じて昨日友人に誘われて見に行った三遊刺激の話をしたが彼女の方では一向に興味がないらしく傍らのコンパクトの入れ物を取って鏡を覗いたり口紅を直し出したりしたそれでもポツリポツリと話が出て取り留めもない雑談は10時5分上の発の汽車に喜家也君を乗り遅れさせてしまうこととなった 予定の時間を外すなどとということは、は君には全く〈初めてだった。初めてといえば翌朝5時20分新潟行きの列車に乗り込んだ彼は事務所の腰掛けを尻の下に置かずに車用を務める新経験の爽快さを味わいながらもまとまった金が欲しいという最初のそして切実な欲求をしみじみと感じたのだった〉 それだけのお金をくれる人があったらそういった千鶴子の声がいつまでも耳にこびりついていたのである午後2時半にキケヤ君は八代田駅で下車した浅沼市の先駆け園はそこから5マイルくらいであった 彼は駅前のボロタクシーを雇っった。た。恐ろしい悪動だった彼は体の安定のために少なからぬ苦闘を続けたが運転手は平気なものでそれからそれと話しかけてきたとてつもない変人でさあの旦那ったらあの心情で雇い人一人おかずに手鍋下げてござるんだからあきれてものが言えねえんですよ。 梨畑だって、南朝部というものを一切雇い人足で押し通すんですからね。つまり、奉公人を安心して使えないたちなんですよ。たった一人の弟でさえ信用できないんですものね。ご存知ですか弟さんを。し、知らんね。キケヤ君はクッションから一尺も跳ね上げられながら答えた。 傍惑とした早春の越後平野の凸凹道をどうせ知れた寿命だとばかり運転手はスピードを出し続ける。ひどい道だね。コス戸へ行く道は平らでがすよ。その弟さんというのはコス戸の町で手広く仲買いをやっていなさるんだが、こりゃ当たり前の方ですよ。 ところがその弟さんでもどこに金がしまってあるか知らないそうで何でもよほどあるらしいが銀行は危ないというので預けようともしないって話でがすよ車は半時間そこそこで信濃川の堤防の下で止まったそこに先駆け園の入り口があったキケヤくんは金を払って車を返したが 入口のところに客を乗せてきたらしい1台の自動車が待っていた彼は見事に棚作りにされた梨の木が延々と続く間を細道をたどって歩いていったそして5分後には土蔵を控えた百姓屋ともつかぬ大きな平屋建ての玄関先に立っていた「二度三度」問う声に応じて出てきたのは五十五六の相当な服装をした背広姿の紳士だった 浅沼千蔵さんはご在宅でしょうか千蔵は病気で伏せておりますがどなた様で梅津果実種病会社から来たものだと言って桔屋君がめったに使ったことのない名刺を出すとその男は丁重に彼を玄関脇の座敷へ通して私は千蔵の弟の和義と申します と自分を紹介してから急に声を落とすと変わり者の兄とは年に一度会うか会わぬくらいのものだが珍しく病気と聞いてつい今しがた来てみるとどうも様子がおかしいことによると何か脳の病気ではないかと心配していると語った脳の病気といいますと聞けやくんが驚いて聞き返すと まさか気が狂ったでもないでしょうが少しばかり変なのですせっかく遠方までおいでくださったのだから会ってやっていただきたいですが何を申してもお気を悪くなさらんでください幸い今少し静まっておりますからではどうぞこちらへ和義氏に案内されてキ家く君は先祖の寝室へ通った一年前 鍛冶橋の会社で会った時とはまるで別人のようにやつれて見る影もなくなった隠語おじいさんは赤じみた木綿の布団にくるまって天井をにらみつけていたが2人が入っていくとがっくり落ちくぼんだ目を光らせて「誰だ!と」とひからびた声で怒鳴った「僕キけやです」「梅津果実会社の」「何?」 梅津と。梅津なら貸しがあるぞ、菓子が。五千七百。そうです。七百五十円七十銭です。その支払いに伺ったのです。持ってきたと。お前さんが、現金でな。はい、無論、現金です。よし。受け取ろう。 衰弱はしているがそれほどのこともないらしいキケヤ君はそう思いながら次の前退いてバンドを緩めズボンのボタンを外して腹に巻きつけた風呂敷包みを取り出した再び寝室へ戻るとじろりと札束を横目で睨んだ仙蔵はいきなりしなびたてでひったくるようにつかんで寝たなり一枚一枚数え出した 年入りに三度数えると彼はそれを枕の下へしっかりと押し込んだ菊谷く君が受け取り書を出して夏印をこうと老人は掛け布団の下で手を動かしていたがやがて呪盤の隠しから大きな隠行を取り出したそれから菊谷く君は腫れ物にでも触るように言った社長が申しましたが この秋も相変わらず。みんな売れってのか老人は半分も聞かないうちに噛みつくように言った。だが、わしゃ契約書なんぞかがんぞ結構です。お約束だけしていただければ。キケヤ君はそれだけ言ってほっとした。これで自分の使命は果たされたのだ。が、 こんな乱暴な商談をかつて聞いたこともない弟の和義は、兄の脳症に対する疑いをますます深くしたらしく、玄関脇の部屋へ戻ると不安そうな顔をして、心もと投げに聞けやくんに囁いた。確かに頭が変です。幸い車を渡しておきましたから、私は医者を呼んできます。誠にご迷惑でしょうが、1時間ほどここにいていただけませんでしょうか。 僕は構いませんが、でもそんなにご心配なことはないと思いますが。いや、普段の兄じゃありません。あの目の色が怪しいし、それにいくらなんでもはるばる来てくださったあなたに。いや、何としても正気の沙汰じゃありません。かずよし氏は後を頼んで、そそくさと出かけていった。 キケア君は応接間ともつかぬ部屋の中にただ一人残されて奥の間に伏せっている老人のことを考えていた数兆分にわたる広い梨畑の真ん中に家族も召使いも持たない一人ぽっちの老人が眠っているそれも5,600円の大金を抱いてもしあの金が。 今までついぞ思い浮かばなかった考えがふいとキケ也くんの頭の一群をかすめたと同時に彼はブルブルと震えて額に冷たい痩せのわくのを覚えた喜家也くんは手を後ろにしっかりと組んで室内をぐるぐると回り歩いていた そして、りそめにも恐ろしい罪悪を思った自分を責め、嘆くため息を漏らした。深感とした幾分かが過ぎた。と、突然、よろめくような足音が廊下に聞こえた。彼はたちまち体をこわばらせて振り返った。と一緒に背後のふすまが開いて、仙蔵じいさんの恐ろしい顔が覗いた。だ、誰だ,れだ 病人とは思えない気力のこもった声だった僕です危険です彼はイスくめられたようになっていたまだいたのか何をぐずぐずしとる用が済んだらさっさと帰れ帰らないかああしかし僕和義さんバカ帰れと言ったらここは俺の家だぞ 出て行けキケ哉君は老人の剣幕に押されて帽子とカバンをつかむが早いか玄関へ飛び出すと家の窓が梨棚の影になるところまで来て振り返った弟和義氏に約束した手前もあるのみならず火のつくように言って自分を追っ立てたあの様子はただ事とではないやはり脳の病気かもしれぬと 医者が来るまではそれとなく見張っていなくてはなるまいそう思ったキケ也君は足音を忍ばせて玄関まで引き返すと唇を潤して呼吸を整えながらそっと妻立ちして廊下を寝室の方へ近づいていったと障子を開け放したままで寝床には老人の姿が見えなかった本当に気が狂ったのではあるまいか 彼はふとそんな気がしてヒヤリとしてとた。それからそれと部屋を探して回ったがどこにも病人の影はなかったとうとうキケヤ君は勝手元の方まで探していったすると土蔵に続く悩らしい建物の戸が開いて格子窓から西日が明るく差し込んでいる床に黒い穴がぱっくり焼いているのが見えたもしや穴蔵では キケヤ君は床板の上をはうようにして穴のそばへ近づいた下へ降りるはしご段が途中までおぼろに見えるだけであとは闇の一色だったがだんだんと彼の目がその闇に慣れてくると穴らの奥にぼんやりと白髪の老人が見えだしたうずくまって何かモゾモゾとしている壁に挟まった石を 一つ二つと順々にとってのけているのだ。やがて両腕を深く壁の中へ突っ込んだと思うと、老人は中から黒い箱を取り出した。聞けやくんの目は暗闇に光る猫のように見開いていた。老人の頬張った手が箱の蓋にかかった。と、わけもなく開いた箱の中へ、老人の懐から取り出された札束が、 さっき自分が手渡した札束がそのまま収められた喜家やくんは老人の手つきから箱の中にはもっともっと多額の金が秘蔵されていることを思うて何度となく硬い椿を飲んだその間に地下の老人は金箱を元へ戻して石を置き直すとしょうゆか酒のきだるをいくつとなくその前に並べて積み重ねた キケヤ君は夢中になって灼熱の視線を送っていた。と、老人が突然顔をねじむけて、はしごたんの折り口を仰いだ。不意を食ったキケヤ君の目が、老人の目とぶつかった。や、み、み、見たなそう叫ぶと一緒。 老人は野獣のように竹に立って、入り口をめがけて追ってきた。盗っ人盗っ人キケく君は駆けながらその声を聞いた。そして足も宙に廊下を玄関へ駆け抜けようとした瞬間、彼は青い顔を真っ青にして立ち止まった。激しい叫び。それも憤りの叫びではなく、 死の通空を意味するような恐ろしい声が背後に起こって、しかも、それっきり不気味な沈黙に帰ったからだ。キケヤ君は廊下に釘付けられてしばらくは動けなかった。そこにどのくらいの時が経ったか。ふと気がつくと、玄関の方で話し声が聞こえた。キケヤ君は本能的に玄関へかけていった。 ご病人が、どこにも見えないですが。医師と並んで玄関を上がろうとした和義氏は、相手のただならぬ顔色を見てぎょっとしたらしかった。えいないんですって。彼は慌てて部屋部屋を探し回った末に、納屋へ行った。大変です来てください兄が偉いところに倒れて 声は部屋を隔ててかすかに聞こえたのだが、キケヤ君にとっては耳元に銃声を聞いたように響いた。彼は穴らの折口へ駆けつけた。はしご段から落ちたらしいのです。早く先生を呼んでください。早くかずよし氏が地下から叫んだ。息が止まっていますからご、 医師の手当てで間もなく混迷から覚めた老人は和義氏の背に呼ぶさって寝室に運ばれたやがて目を見開いて辺りを見回すほどになったがその眼差しはうつろだった老人を見とる三人がそれぞれ不安そうな色を浮かべていたしかしそれは三人三様の不安だったキケヤ君はもし老人がはっきり意識を取り返して 戦国のことを口走ったら、その場合自分はどうしたらいいだろう、とそのことばかり考えていた。無言の幾分かが過ぎて、和義氏がたまりかねたように呼びかけた。兄さん、私ですよ。わかりますか老人は薄笑いを浮かべてかすかに頷いたが、すぐその後から。なしだ。 なしが金になるなしがとつぶやくように上言を口走ったりあとは何を聞いても答えなかったまあまあお待ちなさい医師は焦り出す和義氏を制して入念な診察を始めたざっと20分近くも色々と試験をしていた後で医師がやっと口を開いた浅沼さん これは少々変ですよ。どうも記憶をなくされたではないかと思いますがそれも前からかなりお悪かったのを後頭部を打ってつまり衰弱している上に打ちどころが悪かったですねお気の毒ですがこのままでは普通の状態に戻ることはちょっと困難だと思います 再び沈黙その間に和義氏はふと思い出したように病人の懐中や枕の下を探していたが首をかしげながら「あなたから受け取った金をどこへしまったかお気づきにならなかったでしょうか」「存じませんなああっちの部屋にいると出てこられてすぐにも帰れ」と言われたものでそのまま畑の方へ出ましたので。 キケヤ君はつい嘘を言ってしまった不思議にも持ち前の席払いが出なかったカズヨシ氏は沈んだ面持ちで部屋を出て行った大方穴倉を探しに行っただろうとキケヤ君は考えたお分かりでしたか彼はカズヨシ氏がスゴスゴと戻ってくるのを待ちかねて聞いたカズヨシは首を振った やがて医師との間に相談が始まった。医師はこのままでは回復の見込みがないから新潟医大の精神病科なり同地の農病院なりで診察を受けてはどうかと勧めた「明日」と言わずすぐ新潟へ行かれたがいいでしょう僕から電話をかけときます医大の中村博士に見てもらいなさいそこで 和義氏は自動車で兄を新潟へ連れて行くし家矢君は医師と同乗して八代田駅へ引き返すことになった車の中で桐家君は医師に聞いたいかがでしょう先生のお見込みは主の病気の方は別として元のような頭になることはまあ絶望でしょうね何しろ年が年ですからね キケア君はその夜駅前の一旅館に泊まることにして開花の部屋を選んだそして晩飯を済ますと1時間ほど散歩に出たが旅館の裏手はすぐ原っぱでそれから畑の小道伝いにその日往復した悪道へ出られることが分かった何もかも万事あつらえ向きにできているではないか恐ろしい誘惑が聞けや君の耳にささやいていた 10時までじっと辛抱してから電話を医師のところにかけてみたええ僕も心配なもので宣告電話で聞いてみましたが中村博士の診断も大体同じだそうですでも和義さんは入院させてあくまで手を尽くしてみると言っていますまあ23日は変えられないでしょう 君は北総で受話器を返した。一つの衝動が彼の内心にもはやどうすることもできない絶対の威力を示していた昼間でも人通りの稀な5マイルに近い悪道の彼方に落葉の形症状たる離縁に囲まれた無人の家の近くにどんなに少なくとも5,000円以上の金が 所有者の記憶から書き消されたまま、おそらくは永久に、新しい次の所有者の来るのを待っている。しかもそのありかを知る者は、現在自分の他にはないのだ。それを自分の所有とすることは。が、彼にはもうそこから先を考える余裕はなかった。旅館の寝静まるのを待って、 部屋の雨戸を開けて原っぱに抜け出した彼は春はまだ浅い北国のやきも感じないで5マイルの道を突っ走った往復1時間半20分そこそこで目的の仕事を果たし帰路2時間午前3時半には再び宿の寝床に戻ってそーっと辺りをはばかりながら闇の中で つかみ取った獲物を風呂敷から取り出していた。札束を数える彼の手が震え続けた。千、二千、三千、一万、一万一千、一万五千円は確かにある。彼は鉱骨として天井を眺めた。天よ。 幸運結婚狂楽六。月曜日の朝、キケヤ君は平常の通り出勤した上越国境に近いふるさとの町を素通りして日曜日の午後帰郷したのである社長が十一時に顔を見せると 彼は受領書を差し出して浅沼じいさんの最悪を報告した梅津氏はもちろんじいさんに同情もしたが先駆がけえはいずれ弟の管理に移ることと思ったしそれに昼飯に出かける時間も迫ったので話はそれっきりになってしまった相変わらず桐家君は元町の前に座ったそして桐家君に「聞け」という言葉と2つの席払いが 依然として繰り返された。がその間にも彼は自分の部屋の引き出しの中にしまい込んだ金のことを考えていた。五つくらいの銀行に分けて預けようか。それとも交際にでも変えておこうか。汽車の中で考え続けてきたことを彼は今もなお考えていた。しかしどう考えても アパートの自室の本棚の引き出しの中に鍵をかけて置いておくことが一番安全なように思われた次は最初のそうして最後の目的へ向かっての突進だった彼はその決心と手順のために2日を費い出したそして水曜日の夜が来た朝剃った髭をまた剃り直し髪には念入りに櫛を入れて 彼は元気よく4階へ上がっていった。千鶴子さん聞けや君は真っ向から切り出した。僕は今までわざと僕の資産のことについては何にも言わなかった。あなたの本当に純な、正常無垢な愛をつかみたかったからです。でも、もう黙ってはいられなくなったんです。あなたの清らかな愛情が僕に向かって動いていることが、 はっきり僕に感じられてきたからです。実はね、千鶴子さん。僕、これでかなりの金持ちなんだ。田舎の親戚に死に耐えた家があって、その財産の一部を僕が譲り受けたんだ。これは内緒の話だけど、ざっと二万円くらいはあるんです。で、 家庭を持っても相当な生活をして行けると思うんです。千鶴子さん、どうです僕と結婚してくれないかいああいおう、こう話そうと思ったが、十分の一も口に出なかった。しかし、きけやくんの思い余った熱情は、その声にも表にも現れていた。千鶴子は最初ぎくりとした風だったが、 それから顔が赤くなり今度はたちまち青く変わったと思うとついにシクシクと泣きだしたマサオさん彼女はあえいだもう遅いわ私日曜日に浦川さんと婚約しちゃったんですよなな 君は夜の街を迷子のように歩いていた一つの目標が千鶴子との結婚が目の前にある間は暗いベールに包まれていた両親が今や黙々と頭をもたげて善良で昇進な彼をぐんぐんと責めさいなみ出したのだったそれだけのお金をくれる人があったら。 そういった千鶴子を今さらどうして責めることができよう。千鶴子に罪はない。自分が悪いのだ。自分が。ではどうしたらいいのだ。千鶴子なしにあの金を持っていることは、ただ苦しむために持っているのに過ぎないのだ。いくら考えても、きけや君には引き出しの中の金をどう処分したらいいか、どうにも考えが浮かばなかった。 その翌日事務所に顔を出したキケヤ君は送信したようにぼんやりとしていたいくら仕事の上に心を集めようとしてもすぐその後から両親の囁ささきが彼の心をかき乱したそろばんを間違い得意の咳払いが出なくなったキケヤ君梅寿司がある日社長室に彼を呼んだ 近頃君はどうかしているんじゃないかね。会社の生き字引きと言われる君が、君自身の受け持ちのことまで間違うようでは困るじゃないか。はい。はい、すみません。実は、その、キケヤ君はしょんぼりとおなだれた。何か訳があるのかねはい。 彼はもじもじしながら、実は孫付きながら、失恋が原因だと答えた。え失恋君がハハハハハハハ社長が大きな腹を揺すぶって爆笑した。が、聞けやくんは笑いどころではなかった。 彼の能率は社長に注意されてもますます低下する一方だったそして一時の暇もなく盗みという観念を呪い続けた同じ夢が毎夜のように彼をさいなみ苦しめたしかし自分が盗っ人であるという事実はどうすることもできなかった恋を失い安息を失いそして苦悩にさいなまれてああ憎むべきは。 本棚の引き出しのあの苦悩の一ヶ月が過ぎたそうしてさらに深い大脳の一ヶ月が尽きようとするある日の午後キケや君は全く無双さえしなかった重大事にぶつかった反白のひげによく似合う身長の愛服を着て ちょっと目には田舎の老人とは見えない浅沼和義氏が梅津商会の事務室へ入ってきたのである。無論それだけなら何にも驚くべきことではなかったのだが。いやあ、聞け屋さんしばらく最初の一瞬、自信にゆすぶられたようなショックを感じた彼も、案外ゆったりとした相手の様子。いくらか器具を和らげながら、それでもまだ真っ青な顔で言った。 いかがですその後ご病人はありがとう実は今度わしもあの梨畑を手伝うことになりましたんでねやる以上もっと規模を広げたらという腹もあるのでご相談に上がったわけで兄も拡張には賛成でしたなあのご病人が賛成とおっしゃるといや あなたにも喜んでもらいたいもので。と、かずよしはニコニコして。おかげさまで、どうやら治りましたな。すっかり。本当ですかそれは。本当ですとも。ずいぶんと手はかかりましたがな。きけやくんはその間にも、ジムづくえの端を力いっぱいくいとつかんでいた。 じゃあもう退退院なすったんで来週の月曜に帰る予定ですが何分年齢が年齢だもので体の方が元のようになりませんでなその時九児が社長室から和義氏を呼びに来た聞けや君は危うく混沌しそうな自分をやっとのことで支えていた元帳の文字が 一条一下右往左往に動揺した「来週の月曜」月曜「月曜月曜」頭の中で旋回するものはただそれだけでやった「今日は金曜だ」「一体どうしたらいいだろう」事務所を出ても電車へ乗ってもアパートの一室へ帰ってからも 彼は混乱した頭でただそのことだけ繰り返し繰り返し思い患っていた。眠るどころの騒ぎではなかった。それでも夜が更けると、いくらか頭が働いてきた。インゴおじいさんが記憶を回復した。退院して帰宅すれば、まず第一に穴蔵の金を改めるだろう。金箱を取り出して開けてみる。 中は空っぽだと必ず穴蔵の上から覗いていた自分を思い出すに決まっている。警察、告訴、刑事、最後だベッドの上で転々とする彼の方に涙がポロポロと伝わった。窓が白んだ。土曜日だ。 逃れる道は。ふと一つの考えが浮かんだ月曜までに金を元の場所へ戻せるではないかそうだわけもないことだしかもそれが最善のただ一つの方法ではないかどうしてもっと早く気がつかなかったのか喜ケヤ君は行き詰まる縁の底から急に浮かび上がったような気がして 愚鈍な自分の頭脳を思いっきり殴りつけたい気さえした翌朝会社へ電話で病気欠勤の届けをして聞けやくんは正午に新潟行きの汽車に乗ったそうして幾時間かの間膝の上に置いた1万6000円余りの大金が入った手提げかばんを時々思い出したように見やりながらつぶやいたこれを穴喰らえ返せば 俺は元のスカンピンピだ。しかしそれで元の人間になれるのだ翌々月曜日に桔哉君は晴れ晴れしい顔で会社へ出勤したが然彼はその能率を回復して 2日と経たないに事務所のあちこちから昔の声が聞かれだした聞けや君に聞け。に彼はパー100%の元帳型に還元して引けの時間が来てもただ一人居残って働いたでちょうど6時15分過ぎだった電話が鳴った九時もいなかったので彼は机から離れて受話器を取った もしもし。はい。僕ですが、キケヤは。え森あ、千鶴子さんキケヤの手は耳の脇で震えた。千鶴子のいつにない優しい声が響いた。これから、そちらへ伺ってもいいでしょうか。あの夜の明るい日。 千鶴子は浦川と一緒に蔵前ハウスから田端の方へ移ってそれ以来消息は絶っていたのだったその千鶴子が今頃何の用があって会いたいというのだろう別に差し支えはないんだがどういう御用ですあの私あ,あの人に騙されちゃったんですものどうしていいかわからないの 悔しくって悔しくって。でね、あなたに相談したいと思って。あの人って、誰です裏川よ。財産があるなんてまっきりでたらめなの。でね、私もう別れちゃったの。だから、これからのこと、あなたによーく相談して。女は、 前に彼が求めた機会を今与えようとしているのだ。千鶴子は彼の腕へ体を投げかけてきたのだ。彼はただそれを捉えさえすればいいのだ。だが彼は今、彼女の求めるものを持っていないのだ。と同時に、もう再び罪を重ねる勇気もなかった。ねえ、伺ってもいい それとも来てくださる千鶴子さん。彼は深い息をついて重い声で言った。すみません。僕も嘘をついたんです。実は僕、100円の金も持たないのです。だから、キケア君はその上に謝罪の言葉を言いたかった。 が、さよならも言わないうちに、電話は先方から切れてしまった。